6月11日の星座別運勢ランキング。第1位、獅子座。きらめく太陽、すべてを照らす輝き。太陽の力があふれ、自信と情熱を注入する。周囲を明るく照らし、自分自身にも光を与える。ラッキーアイテム、金のアクセサリー。高貴な輝きが自信を引き出し、成功をもたらす。第2位、牡牛座。大地の力、確かな存在感。大地の力に支えられ、安定と実績を築く。自分の存在が周囲に響き、信頼を獲得する。ラッキーアイテム、自然素材のアロマキャンドル。大地の香りが心を落ち着かせ、安定をもたらす。第3位、天秤座。調和の舞、すべてを結ぶつながり。バランスの取れた存在であり、調和を追求する。人々を結びつけ、和の空気を広げる存在となる。ラッキーアイテム、美しい和紙の手帳。調和と美を追求するためのアイデアを記録する。第4位、ヤギ座。頂点への道、果敢な挑戦。頑張りと努力が報われ、成果を収める。自身の目標に向かって着実に進み、成功を手に入れる。ラッキーアイテム、高級筆記具セット。目標達成への意欲を高め、信念を書き留める。第5位、サソリ座。深淵の謎、内なる力の覚醒。深い洞察力と直感力が冴え、隠された真実を解き明かす。内なる力を引き出し、自分の可能性を広げる。ラッキーアイテム、タロットカード。直感力を磨き、未来を予知する道具として活用する。第6位、乙女座。細やかな計画、確かな実行力。細部にまで目配りし、計画的に行動する。堅実な実行力で目標を達成し、成果を上げる。ラッキーアイテム、スケジュール帳。細かなスケジュール管理で効率を上げ、成果を最大化する。第7位、蟹座。感情の潮、深い海への旅。感受性が高まり、自分自身と向き合う時間を持つ。自分の感情に耳を傾け、内なる平和を見つける。ラッキーアイテム、海の音が聞こえるリラックス CD。 心を癒し、感情の安定を促す。第8位、双子座。知識の花、広がる学びの場。好奇心旺盛で、知識を求め、学びの機会を追求する。多岐にわたる分野で成長し、新たなステージへ進む。ラッキーアイテム、読書好きにはたまらない本棚。広範な知識を吸収し、自己成長を促す。第9位、水瓶座。未来の光、進化するインスピレーション。先見の明があり、未来を見据えた行動を起こす。変化に対応し、新たなアイデアを生み出す。ラッキーアイテム、ノート PC。 情報収集とアイデアの整理に活用し、想像力を高める。第10位、魚座。夢の波、幻想的な魅力の放出。豊かな想像力と芸術的な感性で周囲を魅了する。夢を追い、魅力を放つことで成功をつかむ。ラッキーアイテム、絵を描くためのアクリル絵の具セット。想像力を刺激し、自己表現を広げる。第11位、牡羊座。躍動の炎、新たな挑戦への一歩。情熱が燃え上がり、新たな挑戦に取り組む。自身の可能性を信じ、勇気を持って行動する。ラッキーアイテム、ジムで得知るフィットネスウェア。体力を高め、挑戦に向けた準備を整える。第12位、くらい手座。宇宙の星、無限の可能性。宇宙の星のように輝き、無限の可能性を秘める。自分の魅力を信じ、自己実現の道を歩む。ラッキーアイテム、宇宙をテーマにしたアクセサリー。宇宙の神秘を身につけ、自己成長への気持ちを高める。